一章はイスラエル民族に対する神様の告訴を聞きに法廷に来るようにとの宇宙に対する神様の厳かな証明です。北には新しい国が起こり世界制覇に向けて動いていました。それまでで最も残虐な国であるアッシリアが戦場に軍隊を送り行進していました。北イスラエル王国はすでにアッシリアの捕囚となって連れて行かれ、南ユダ王国は危険な立場にいました。そして18万5000人ものアッシリア軍はエルサレムの城壁のすぐ外にいたのです。預言者はアッシリアがユダを征服することは決してない、アッシリア軍がエルサレムの道に足を踏み入れることも、彼らが偉大な王である方の町の門の敷居をまたぐことも決してないと断言しました。でも神様はバビロンというもう一つの国を用意しておられました。ユーフラテス川のほとりの金の頭である国です。ユダの国が神様に立ち返らない限り、いずれこの国がユダを捕囚に連れていくというのです。今日のこの国、この世の国々はサタンのものですが、神様はその上から支配しておられます。神様は大きな国々が起こることを許され、そしてサタンがそれらの国々を利用することを許可されます。でも神様のご計画の中で、特定の国が舞台から去る時が来たなら、サタンに関わらず神様はそれらを動かされます。神様ご自身の民であるユダヤ人でさえも、神様がこの世の国々の中で支配しておられるという事実の証です。イザヤ書1章1節、アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。まず最初にこの幻はユダとエルサレムについてのものであることに注目してください。ここには私たちが聞いて留意する必要のある驚くべき適用があります。ユダの10代目の王であるウジヤは、王ですらも入ることを認められていなかった聖女に入っていったためにサラートになります。でもウジヤは良い王に分類されています。彼の後に続いたウジヤの息子ヨタムも良い王でした。しかしウジヤの孫であるアハズは悪い王でした。そして最後に書かれてあるヒゼキヤは良い王でした。彼は自分の命を伸ばしてくださるようにと願って、神様が彼の願いを叶えてくださった王です。イザヤ書1章2節、天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。これはユダに対する神様の一般的な裁きです。神様がイスラエル民族をエジプトの地から連れ出し、この地に置かれた時、約束の地の中で彼らに自衛農地を取得させるための条件を出されました。イスラエルに対する神様の告訴は反抗です。彼らがその地に住むための条件は従順でした。でも彼らは不従順だったのです。彼らに対する神様の告訴は深刻なものです。神様の子供たちとして彼らはモーセの律法に背いたのです。イザヤ書1章3節、牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。この説は素晴らしい風刺です。実際に使われている2種類の動物には頭が良いという評判はありません。それでさえもこの動物たちは誰が自分たちに餌をくれるかを知るのに十分な知性を持ち合わせているのです。それとは対照的に、今日多くの人たちが神様が自分たちの全ての必要を備えてくださるということを知るのに足りる知性を持っていないのです。彼らは神様が自分たちを養ってくださることを知りません。彼らは神様が存在されることすら認識しません。この洗練された世代がもはや神様を必要としないとは、なんという実情でしょう。イザヤ書1章4節、ああ、罪を犯す国、戸が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。私たちは神様をすべての地上の者たち、そして神様の民、イスラエルの裁き主として見ます。神様を裁判官と考えるのは不思議な気がします。今日この世の考え方の中では、神様は裁きの座から取り除かれてしまっているからです。神様はご自分の王としての特権を強奪され、ご自分の宇宙の道徳的な支配者としての力を剥ぎ取られてしまっています。神様は余計なお荷物として押し倒されてしまいました。聖書が説明している神様はそのような方ではありません。神様はご自分の民を裁かれたように、これからこの宇宙を裁かれるのです。イスラエルは再び堕落し、神様から顔を背けた戸が重き民です。イザヤ書1章5から7節、あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。神様がこの箇所で言っておられることはまさに真理です。道徳的な堕落と政治的な無秩序がありますが、神様が抑制しておられるのです。これはまだ神様が彼らに対して申し立てておられる告訴ではありません。イザヤ書1章8から9節、しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。言い換えれば、もし誠実な生き残りの者たちがいなかったなら、神様はイスラエルをソドムやゴモラのように滅ぼしてしまわれたことだろうということです。でも、いつでも神様の民の残りの者たちがいました。今日も残りの者たちがいます。世界中に散っているクリスチャンたちがいるのです。イザヤ書1章10節、聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神のみ、神の見教えに、イザヤ書1章11節、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は牡羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。牡牛、牡羊、親木の血も喜ばない。
今、神様は明瞭に説明されます。問題全体は霊的な廃墟です。神様はご自分のために対する告訴を詳細に述べられます。彼らは律法に書かれている文字にのっとって生贄を携えてきて儀式を行いますが、彼らの心は神様に反抗しています。彼らの宗教は彼らの行いに影響を与えていないのです。率直に言って、今日の信者たちの間での問題も同じです。私たちのとても多くが何らかの形の経験さを持つところには達しましたが、その経験さについての力を否定するのです。イザヤ書1章12から13節。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。甲の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の収集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。心がその中になく信者の振る舞いに影響を与えないとき、神様が命じられたことを行うことさえも間違ったことになるのです。もし主イエスが今度の日曜日にあなたの教会に来られるとしたら、主はあなたをそう称賛しているでしょうか。誠実さを褒められ、礼拝に出席し、献金をしていることをどれだけ喜んでいるでしょうか。主は私たちのほとんどに、すべての私たちの外側の形式、すべての私たちの感じの良い証と大きな声での告白は、主の気分を悪くさせると言われるのではないかと思います。主は私たちが悔い改め、へりくだって主のところに行く必要があると言われないでしょうか。根本的に今日の私たちの困難は霊的なことです。イザヤ書1章15から17節。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなし子のために正しい裁きをなし、よもよのために弁護せよ。神様は言われます。あなた方はこの世にあって、偽物の集まり以外の何者でもない。あなた方は私の前に本当に純粋であるかのようにやってくる。あなた方は生贄を捧げるが、生贄を捧げることは、あなた方にとって全く何の意味もなくなってしまった。神様は彼らに対する告訴を詳細に説明されました。彼らは廃墟の罪で有罪です。神様はイスラエルに言われます。私と法廷に行ってはいけない。なぜならあなたは必ず敗訴するからだ。裁き主であられる方は他にも何か言うことがあり、次に神様が言われることに対して私たちは驚き、ぎょっとして立ち尽くすのです。イザヤ書1章18節。さあ、来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のよ、黄色のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。神様はユダに言っておられます。私が判決を下すように強いてはならない。法廷外であなたの訴訟を解決しなさい。マタイの福音書5章25節で主イエスは言われました。あなたを告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲直りなさりなさい。その人が自分を法廷に連れて行くまで待っていてはならないというのです。神様は罪を取り除く秘密の処方、天の錬金術、よく効く処方薬、強力な薬の一服、天国の万能薬を持っておられると言われます。主が代価を支払ってくださったので、裁き主なる方は今私たちに憐れみをお与えになることができるのです。神様の御子であるイエス・キリストの血潮は全ての罪から私たちを清め続けてくれます。これがご自分のために対する神様の告訴であり、そしてこの土台にのっとって彼らは神様に立ち返ることができるのです。もし彼らが神様に立ち返るなら、神様は民を保護してくださいます。神様は彼らにほとんど100年の猶予をくださるのです。そしてもし彼らが神様に立ち返って自分たちの道を変えることをしないなら、神様は彼らを捕囚に送られます。主がユダに対する告訴を提出され、彼らに困難からの救いと脱出の道を示された後、主は警告をもって優しく続けられます。イザヤ書1章19から20節。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれる、と主の御口が語られたからである。24から26節。それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主のお告げ。私の敵に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかしお前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪汁のように溶かし、その浮きかすを皆覗こう。こうしてお前の裁きつかすたちを初めのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後お前は正義の町、忠心な都と呼ばれよう。神様の支配と神様の恵みとは、イザヤ書の中で強調されている2つの局面です。1章の残りの部分で、神様はユダをご自分の方に戻されようと試みておられます。神様は人々に警告されています。24から26節。ユダの運命は神様が示された許しの恵みに対する民の応答にかかっています。もし彼らが進んで罪を離れ、神様に従うなら、神様は物質的にも霊的にもご自分の行為を彼らにお与えになり、彼らを敵から守ってくださるのです。イザヤ書1章27から29節。シオンは公正によって贖われ、その町の悔い改める者は正義によって贖われる。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら進んだ園によって恥ずかしめを受けよう。これは偶像礼拝と関係があります。偶像は樫の木の下に置かれ、その周りに庭が作られたからです。イザヤ書1章30から31節。あなた方は葉のしぼんだ樫の木のように水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消す者がいない。神様が感謝を起こして裁きを叫び出されているように描かれているという意味で、神様は間違って伝えられてきました。これは決して神様の本当のお姿ではありません。事実は私たちの罪は刀身のようなもので、私たちが罪の火種をもてあそぶとそこに火がつくということなのです。ガラテヤ人への手紙6章7節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。